ちゃこんにちは。はい、さあ豊さん、まあ高校野球今お前高校野球は熱戦、たかが負けやがった負けあの母校がもう 80% 夏が終わりだよ俺の残りの20はでも何ですか何やろうなプロ野球かないやいや、まあそこはやっぱりね俺も未だに出たいもん甲子園に。今でもそうなの、まあ、やっぱ甲子園って憧れるな。まあ、あの本当に一生に一回ね出れるか出れないかの方たちもそうだし、大阪桐蔭なんかさ、5期連続とかさなんかおかしいんじゃないかっていうぐらい出てくるけど、はい、いやだけど昨日ちょっとね、はい、横浜の決勝見てたんだよ。まあ神奈川のね、神奈川の決勝大会、慶応と、はい、ね、レベルが高い地区やけどな、はい、で慶応対横浜高校、はい、もうどうなるか、うん、あ、これ横浜勝ったなと思ったんだよ。まあ9回そうですね、あの点差で、そうそうそう、はい、でノーアウトランナー1塁から、はい、次のバッター、まあ、2点差あったからさ、まあ、送るわけにもいかず強行に行ったんだけど、うん、あ、セカンドゴロやと、はい、あ、終わったなと、うん、でもバッターランナーが速くて、はい、1塁残ったんだよ。あ、まだチャンスあるなと思ったら、はい、なんと、うん、1塁ランナーもセカンドがセーフになったんだよ。そうなんです。いわゆる6-4-3を狙ったってことですか。4-6-3か、4-6-3を狙った。で、そのショートの選手はベース、セカンドベースにするようにって、まあ、振ってない、あの、触れてないという最低のもと、はい、セーフになっちゃったんだよ、はい、ノーアウト1、2塁ができちゃったんだよね、はい、で本当だったら、まあ、1塁はあの、うん、セーフだから、ワンアウト1塁から、ね、また次のバッターっていうことになるんだけども、はい、ノーアウト1、2塁になっちゃったので、ベースを踏んだか踏まないかが議論になってて、はい、でまあ、横浜側も、なんていうんだろう、抗議に行ったんだけども、はい、いや、触れてないと、セカンドベースにショートが触れてないと、うん、いうようなことで、セーフになって、まあ、試合再開になったんだよね、はい、まあ、これはね、プロのレベルだったら、おそらくもう全員引き上げだよ。あ、抗議の意味でってことですよね。まあ、まあ怖いみたいな、うん、こんなやってられみたいな、うん、そんな感じにはなるんだけども、でもスローで見ない限り、うん、触れてるか触れてないかっていうのは疑惑。あれ疑惑ですか。やっぱ疑惑がある、はい、やっぱり見てる方もファンの方たちも、例えばチッという音がしたかどうかが、あの チッって吸った時のシュッっていうチッっていう音が、あのこう大歓声で、大歓声で審判も聞チーなんて聞いてないから聞いてない音はいや、踏んだか踏まないか見てるわけだから。あと砂ぼこり、うん、で、まあな、うん、ただプレイヤーが野球やった人たちから考えると、はい、多分触れてなかったらファーストなんか投げないんだよね。まあそうですよね、うんうん、やっぱ投げれない、うん、やっぱ一つアウト取ろうと思って、うん、で、なんでじゃあベースに足を踏めばいいかって言うんだけど、うんうん、これだとね、タイミングがずれたりステップワークが遅くなったりするんだよね、はい、だからスリに行ってんだよ。だからね、ショートの子は相当能力が高いんだよ。あ、逆にそういうことなんですね。そうそう、高いからああいうプレーになったし、はい、で、高校野球をずっとやってきて、あのプレーでセーフになったことはまずないと思うんだよ。あ、だからやり続けてるんだと思う。で、俺らが教える時でもショートを、はい、お前何ベース踏んでんだって、ベース踏んでたらステップワーク遅れるだろうって、すれって、すって投げろって、するタイミングで入ってこいって、踏むタイミングでは来るなみたいな。ただしボールがそれた時だけすれないから踏めって言うけど、でもあれはね、セカンドの子もいい球投げてんだよ、ショートに。そうです、だからするタイミングでターンといって、あーさ、センスあるなと思って見てたらセーフって、あれ何が起こったみたいな。そうですね、セーフになっちゃったって、どうなったどうなったみたいな。で、その後、まあ2、3塁になって、次のバッターがホームランを打ってね、逆転したんだよね、はい、うん、だけど議論の、まあ、論点は結局踏んでるか踏まないかなんだけど、それはもう近くにいた審判しかわからないよね。そうですよね、うん、で砂ぼこりであれしてるけど、うん、見えなくなってるけどね、多分触れてるよ。そうですね、もう触れてなかったらショートの選手がもう一回踏み直しに行ったりなんなりはしてますよね、うん、で2点差っていうことを考えると、はい、余計そうだよね。うん、そうですね、うん、確実にこれが1点差だったらゲッツー取りたいと思ってバーンと行くけど、まあセンスがあるんだよ、あの子は。逆にそのセンスがあったがためにこういうことが生まれてしまったっていう、うん、まあそれはもう そういうことも言える。その疑惑はさ、はい、生まれるプレーっていうのが、まあ2点差あってどうなのかなっていうところは考えるよね。一つ一つアウト取っていけって、はい、ゲッツなんかいらない、一つを確実に取るよって言っとけば、
ああいうプレーになったかどうかは分からないけどもね、やっぱりこう、まあ、横浜高校の、まあ、慶応もそうだけども、センスのある子がやっぱ決勝にこう残っててね、はい、ああいうプレーになっちゃったっていうのは、もう仕方ないときは仕方ない、そうですね、でもそれをセーフにされたっていうのも、やっぱ審判の方がまあしっかり確信を持って、自信を持って、まあ、した裁定だからさ。だからもうこれは仕方ないんだけども、だからまあそこで高校野球もリプレイ検証、そうなんです。で、なんでリプレイ検証かというと、やっぱ子どもたちの進路だとか、はい、そういうことも含めて、やっぱ甲子園で活躍するとさ、まあ、ある大学なんかは、はい、まあ、大体ベスト4まで上がっていくと、まあ、大体取ってくれるっていうんだよね。あ、いわゆるそのセレクションにかかるっていうこと？うん、他の大学はね。あ、うん、とか、はい、まあ、いろいろあるんだよ、そういう。だからその人生まで変えてしまうアウトセーフだったかなっていうのはあるよね。そうですよね、うん、ってなると、じゃあ、あの今タレントで元ね、あの横浜の上地雄介さんもこのプレーに関して、やっぱりその高校生のその甲子園をかけての1試合っていうのはやっぱり人生を左右するものなので、リプレイ検証がそれでセーフアウトっていうのはもう判定に従うと、ただ検証はやっぱりしてもらった方が納得がやっぱりいくと思うっていうふうには話していて、まあそりゃそうだよね、それは納得はするだろうけど、うん、でもそれにはやっぱ膨大なお金もかかるしさ、じゃあ横浜だ、神奈川だけやるかっていうと、もう全国ね、全国でしなきゃいけないことになってくるから、その膨大なお金がかかってくるよね、はい、で、なんか審判団もやっぱりボランティアでされてると、そうだね、はい、いうこともあるので、うん、でもね、審判がセーフにするっていうのも相当勇気がいる話なんだよね、うん、だから本当に確信がなければ多分そういう裁定はしなかったと思う。だから、まあ、自信があるんだろうね。そうですね、うん、あとやっぱり横浜高校の納得ができない、このままじゃどうしてもっていうような、うん、まあ、コメントを出されてたけども、はい、まあ、この気持ちもわかるしね。例えばじゃあ地方予選からになってしまうと、もうね、リプレイ検証になると本当にお金も時間もかかるので、例えば地方の大会の決勝大会から上につけるとかどうですか？それはもう差別になってくるから。それダメか。じゃあ例えば今マスコミね、各地方のテレビ局さんも中継してるじゃないですか。そこで検証してちょっと見るとか、審判団のみでこれはちょっと大事なね、プレーだし、じゃあしよっかみたいなのだであったら OK とか。まあそうだね、うん、何か、まあ、でも慶応の監督さんも言ってたね、はい、やっぱ我々には運があったと。いや、そのことを指してるのかどうかは別問題として、ね、運があったと。でも決勝で、うん、決勝まで進んで、こういう運もなければ甲子園には出れないという、まあ、確かにそうです、ね、うん、だからまあそういうコメントをね、出されてたんだけども、やっぱ冷静だなというふうに思うしね、うん、まあ、相手も傷つけないように、はい、言ってたけどもね、まあ、だけど、うん、まあ、後味が悪いっちゃ後味が悪いよね。ただじゃああれがなければ本当にじゃあ慶応が負けてたかっていうとさ、分からん、あの場面で逆転のホームランを打ってるわけだから、それが俺はすごいと思う、うんうん、それラッキーはあったにしても、あの場面で逆転のスリーランを打てるっていうのがさ、また打たれた方、まあ、あれがあるから精神的に動揺してとか、うん、あれがあったから精神的に楽になったとか、はい、まあ、そういうことはあったにしても、やっぱ慶応もやっぱ強いよ。まあそうですね。だから甲子園に出るだけの実力は絶対持ち合わせてると思うしね、うん、まああれが引き金になったっていうことは少なからずともあるけども、うんうん、あるけども、まあそれに打っちゃったというさ、はい、慶応の実力も大したもんだと思う。そうですよね、うん、でもね、9回にね、波乱が大きすぎるわ。あの高校野球ってそうですね。霞ヶ浦と、はい、あの日大土浦、はい、土浦日大、これもう3対0で勝ってたんだよ、霞ヶ関が、はい、押したら9回に逆転されたんだよ。いや、まあ、起きますね。もうね、どこもかしこも起きてる、9回。あの本大会でも起きてますもんね、うん、9回って。それとね、高校野球で9回ツーアウトになったら伝令が出てって、あと一つだから縛っていくわけで、行かなくていいじゃない、リズムがあるから。あ、そうか、思うよ俺は。そうか、俺は思うよ。やっぱね、
精神的な弱さがそういうことを招いてる可能性があるな、うんうん、だからそこら辺はやっぱ精神的なものをこう気持ちを鍛えるという意味でいろんなトレーニングをね、うん、取り入れたりだとか、はい、まあそうしなきゃいけないのかなっていうふうに思うよね。そうですね、まあ、でも高校野球今までも歴史の中で甲子園に行ってもやっぱりこのワンプレーちょっと違うんじゃないのとか、いや、いろいろあるよ。いっぱいありましたもんね。いろいろある。ただやっぱ親もそこにかけてるからね。もちろんですよ、親御さんも切符まだ買ってるんだから。そうですよ。でこの高校3年間の送り迎え送迎から親御さんたちのサポートとかみんなボランティアでやってるじゃないですか。まずはやっぱりね、まあ、プロを目指すとか、うん、あったとしても大学を目指すとかって言っても、はい、まず一段階は甲子園だからね、はい、晴れ舞台に息子たちを出してやりたいとか、そういうことがあって一生懸命やってるけど、まあ悔いは残るだろうな。だってこれで今までやってきた3年生にしてみればもう夢が一つ幕を閉じるわけじゃないですか。もうね、うん、俺なんか真っ暗だったね。地方大会のどこまで行ってたんですか。いやもう2回戦。2回戦で甲子園出たところに負けたんだけど、2-1かなんかでな。あー悔しい。そのサードのエラーでさ、サードのやつこっちやろうかな。ダメダメ、みんなでカバーリカバースじゃないですか。いやお前ちょっと怖いみたいな。そうお前何してんねんって。こんな大事なところで、大事なところでボート投げやんってやったアホみたいな。もう何年間やってきたんだって、うん、この日のためにやってきたんじゃないか。ちょっとそこはどんまいどんまいじゃないんですか。どんまいどころじゃない、終わってからもうこんなやろうと思って。時代ですね。いやいや、まあそれはまあ冗談だけどね。、はい、まあね、お前がいたからここまで来れたって、うんうん、多分2回戦でなんでここの方で肩叩いてやらなきゃいけないんだと思いながらも、2回戦でもやっぱりそれならいざ決勝ってなったら、いや相当厳しいと思う。そうですよね、まうん、あの一生多分どこかでずっと思いながら、ね、のことになる方もいるしっていう、まあ、まあ俺はやっぱこう未だに甲子園に出てみたいって思うわけだから、うん、そうですよ。まあその頃はね、手の届くところにあとちょっとまであったと思うと、まあ、でもまあそういう子たちの思いの方が多いわけですからね。甲子園ってその頂点に立つわずかなその高校しかあの夏の場を踏めないので。でもね、うん、4子審判とかいたでしょ、はい、そしたら、まあ、サードの審判もファーストの審判もやっぱどういうプレーになるかっていうのをこう追ってるわけよね、はい、そしたらセカンドの審判もいて、まあ、その最後のジャッジをした人ね、はい、がいるんだけども、いやあれは踏んでましたよって、うん、いうふうに言えばあれはもう擦ってますよって、うん、確認が取れれば話し合って正しい方向に、はい、これは今あの踏んでないっていうことが間違ってるっていうことではなくてね、はい、あの正しい方向に、うんまあ、ジャッジがひっくり返っても、うん、これはいいと思うんだよね。そうですよね、うん、あれも完全にタイミングアウトだからね、うん、そんなそうです、ね、こんなパーって見るようなあれ完全にアウトだから。そうですよね、だからもしもあれが最低がいや踏んでましたやっぱりって、うん、なっても慶応の監督は多分ね、おそらく分かりましたって納得したと思うよ。野球やってた人だったら、うん、あれで変えられたとしても文句は言えないから。そのぐらいのプレーだった。いや、そのぐらいのプレーだ、ね、まあやっぱりね、このするっていう動作はやっぱね、バーンと早く投げる、はい、で踏むとね、どうしてもタイミングが合わなかったり、踏む動作がタイミングが合わなかったりだとかすると、うん、やっぱちょっと遅れるんだよね、はい、まあ結果的にはファーストアウトな、あのできなかったんだけども、まあだけど、まあセンスがあるんだよなあの子は。まあそうですね、ショートの子がセンスがあったっていうことが、まあ、横浜高校も慶応の子も、まあ、もう本当センスが高い。ハイレベルもそうですよね。なんかこれあの試合を甲子園の決勝で見たって、うんうん、相当レベルは高いなと思えるもん。そうですよね、うん、だからまあね、ただ、高校野球ってさ、やっぱりいろんなドラマがあって、はい、そこに機械を導入して、うん、っていうのは俺はどうなのかなと思うよね。まあ、こういう試合があるからもうね、全国でね、はい、こういうシーンっていうのはビデオ判定してよみたいなプレーはいくらでもあると思うんだよ、はい、でもそれをやってると
やっぱもう高校野球の概念から外れると思うんだよね、うん、やっぱ教育っていうことだからさ、はい、でボランティアでやっていただいてるわけだから、うん、協力していただいてるわけだから、そこは文句は言えないよな。そうですね、うん、だからまあ疑惑を生むようなプレーはもうするなとちょっとまずどっちがハイプレーなんですけどね、高レベルなプレーなんですけど、ダメですかね。そうなんだ、そうなんだ。だからセンスは困るんだよ、これ。センスがありすぎたがためにこうなってしまったっていう、高度すぎて。いや、あのステップワークはちょっとできないわ。あれ高校野球でってあるんですか。いや、プロのショートのステップワークかなっていうぐらいのステップワークでベースをバーンと弾いてるよね。逆にあのショート の選手はドラフトお呼びがいつかかかったりとか。いや、かかると思うよ、あのぐらいの。あんなステップアップなんかできないよ、高校生で。もうあの決勝で大事な場面でパパーンっていくなんていうのは、うん、センスがあるから諦めなさいみたいな言えないしな。でも逆にそのプロに行く、なんかね、何かそこに夢が開かれたらいいなとも思いますし、まあでもね、高校野球とプロ野球はまた違うし、うん、その時の夢っていうのは違うからね、うんうんうん、だから、まあ、これはもう審判が裁定したわけだから。そうですね。でもね、その審判ジャッジされた方もこうやって議論を巻き起こしてるっていう風になってくると、まあ、自信はあるだろうけども、やっぱり悩まれると思うよ。そうだと思います、うん、今 SNS がね、こんなに発展してる時代なので、まあ、もしかしたら誹謗中傷がね、言っちゃってるかもしれないですし、心ない言葉とか。まあそれはあんまり気にしないでいいよ、うんうん、本当にごく一部の人間だし、うん、そうです。それを誹謗中傷を仕事にしてるわけじゃないから、ただ言ってるだけの話だ。そうですね、うん、だからあんまり気にしないので、まあ、そのぐらい気持ち強く持って。そうですね、はいはい、ねえ、でも、まあ、これはね、でもね、話を議論してもね、結論は出ないと思うよ。ただお金があるんだったらビデオ導入してもいいけども、やっぱ相当なお金がかかるってなると、うん、やっぱりね、そこはね、導入は多分できないと思う。ってなると、例えば審判団の方だけでここはちょっと大事なワンプレーだなっていうところは集まって議論で、まあ、協議をね、して、はい、して、いや踏んでないって、うん、4人が4人とも言えばさ、はい、責任が4等分になるし、うんうん、ね、その人だけに行くとかないしな、まあ、そうですね、4人がそのジャッジをしたっていうことになるので、 だ、ね、うん、だから、でも横浜高校の人にはすごくかわいそうだなと思うし、同情もする、うんうん、ね、あれがアウトだったらまた違った展開になってるかもわからないし、でも慶応高校、うん、慶応の部員たちにはもう甲子園行ってね、はい、横浜高校の無念があるわけだから、うん、ね、だからそれを胸にちょっと甲子園で大暴れしてほしいなっていうふうに思うけどね。そうですね、はい、はい。